を流す日も笑顔になれない日も信じる気持ちがめげそうな日も弱音なんていけない、焦る気持ちを抑えて過ぎてく時間を虚しく感じないで、諦めない、逃げはしない、振り返らない、絶対に負けられない戦いがある。走れ走れ、君にできないことなんてない、立ち上がれ、力はまだ残ってるはず。歌え歌え、君の声が世界を変える、届け歌、限界を超えたその先へ。 5, 6, 7, 8, 9 To the top, to the top, to the top. No limit, there's no limit. やんなこと全部忘れちゃってもいいんじゃない、プラスに変える心を持ってるでしょう。踏み出した道、夢とつながってく。疑わない、引きずらない、恐れない、絶対に負けられない、戦いがある。じゃない仲間がいる、絶対に負けられない戦いがある。走れ走れ、君にできないことなんてない、立ち上がれ、力はまだ残ってる。歌え歌え、君の声が世界を変える、届け歌、限界なんか超えてゆく。残ってなくても、皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2へようこそ。私は日本横浜の牧師をしています、タンタンこと山口武です。よろしくお願いします。今日はですね、いつもこの番組をナビゲートしている佐々木淳君に代わり、ピンチヒッターということでまた登場してしまいました。よろしくお願いします。この番組では今をときめく素敵なクリスチャンアーティストをお迎えして番組をお届けしています。さあ今日はどんなゲストが来てくださるんでしょうか。期待したいと思います。今日のゲストは山本香里さんです。イエーイ。どうもこんにちは。こんにちは。早速今ね1曲目、はい、To the Top という曲を歌っていただきましたけども、はい、これはどんな願い、ね、どんな思いを込めて作っているんですか。これはもう頑張る人たちへの応援歌っていう。応援歌。応援歌です。
いいですね、はい、まさに今この春、はい、ニューシーズンに入っていく人が多いですからね、そういう人たちに聞いていただきたい、ね、就職する人、新しく学校に進学する人、もうガッツを持ってさすが山本香織っていう感じのスピリットが込められている、はい、実はお久しぶりなんだけど、そうですね、昔は結構ね一緒になんかそうですね同じステージに立って歌ったりとか、もういい声でいつもソウルフルな声でいや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 、でこの To The Top が入っている、はい、収録されているこのアルバムが実は出たということで、はい、じゃじゃん、ラブストリート願い、はい、山本香織、はい、カタカナみたいな、ね、そうですね、今回のアルバムからカタカナ表記に変更になった、なるほど、いいじゃないですか、そしてジャケットもなんか、ね、はい、化粧品のちょっとこうポスターみたいな感じ そうですね感じですよね、はい、このアルバムの中に他にはどんな曲がこう収録されていたりするんですか。はい、ですね、新曲ですね、うん、To The Top も含めた新曲が3曲と、今まで出した曲の中で良かったかなっていう反響があった曲を2曲と、うん、あとフォークソングのカバーを、はい、フォークソング、フォークソングカバーをね、カバーを入れて、はい、合計7曲、そして7曲です、ね、イントロになんか、うん、インストの曲がちょっと入っているので、うん、はい、合計で7曲です、はい、そして後ろはねまたかなりこう今度は爽やかな感じでいいスマイルになっていますね。最近ギターも弾くんだね。そうなんですよね、はい、結構じゃあこの曲、今回アルバムはギターで作った曲なんかも、そうですね、多いですね、はい、はい、楽しみですね。それではこのアルバムの中からもう一曲を届きたいと思うんですけども、はい、次の曲は、はい、願いという曲です。
はい、ただいま聴いていただいた、曲「願い」という曲なんですけれども、この曲は8年前くらいに書きました。すごくシンプルで簡単な、曲だなって初めは作った時に思ったんですけれども、いろいろなところでですね、他の私じゃない方がいろんな形で例えばダンスをつけてくださったり、クワイアで歌ってくださったり、なんか不思議とそういった形で用いられて、いることを少し耳にするので、そんな話を CD の制作の現場でしていたら、この曲をタイトルにしたらいいんじゃないかということで、 CD のタイトル曲にもなりました。願いという曲です。神様にあって本当に世界中が一つになるということを本当に信じて希望を持って行きたいなという、そういう思いを込めました。次に聴いていただく曲は約束の虹という曲です。去年、東松島ですね、宮城県の東松島の、支援センターに、ライブをさせていただくことに、なったんですけれども、その時に何かこう何か自分にできないかなと思って、その時に曲をプレゼントしたいなと思って、この曲を作りました。本当に小さい、なんですかね、スタッフですね、お友達がそこにもたくさんいるので、まずはその人たちの心に届きたい、心を込めて曲を作りたいと思って、本当にその場でもだけでもよかったんですけれども、CD に入れていただくことができました。本当に希望、神様にあっての希望、その虹ですね、神様がこの虹を持って私たちを励ましてくださる、そういうことを信じて、歌わせていただきたいと思います。聴いてください、約束の虹。時が運ぶ未来、今を生き抜くことは無事を祈るだけで何もできないことが悔しいけど、光は闇に負けず僕らに希望を与える、叫ぶように歌った。あの日の歌声はまだこの胸に響いてる、一つになれるよ今なら。で今を生き抜くことはバランス崩さないようにベスト出し切りたいよ。張り詰める思い、光は闇に負けず僕らを輝かせる、泣き笑い歌った。あの日の歌声がそう、明日への力となる、一つに
しい季節を迎えて忘れたくない思い届けるよう目的地を定めてまっすぐもっと遠く遠く走ろうも揺れ動く景色を眺めて砂の空に虹がかかったね約束約束の虹もいい曲ですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。僕結構サーフィンするときにね、虹がかかっていて、その時にやっぱり神様を感じるんだけど、なんかこの曲は、はい、僕湘南住んでるからね、湘南の海岸線をドライブしながら祈りながら聴きたいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。さて今ねこうやってこのゴスペルシンガーとして活動してるけれども、かおりはこうどういうことがきっかけでそもそもクリスチャンになったのか。はい、そのあたりのことを聞かせてもらいますか。 ありがとうございます。本当に学生の時に軽い気持ちで、音楽ブラックミュージックすごい好きだったので、ソウル、R&B、ブルース、ジャズすごい好きだったので、やっぱりこう本場で習いたいなと思ってたんですけど、たまたまそのラニー・ラッカーさんというゴスペルの第一人者の方がワークショップをやるっていうチラシを見つけたんですね。でなんかすごいラッキーって本当に思って、いやなんか行ってみようと思って参加したのが、本当にゴスペルに触れたのが本当に初めてのことです。そこからですね。はい、ラニーラッカーラッキーそうですね、誰がラッキーなのかなラッキーですね、本当に、ね。はい、なるほど。じゃあそのワークショップがでもきっかけで変えられて、もともと音楽活動をしていたけれども、そこで変えられて、その時に、学生の時だったので、音楽をこう やりながら、あれ勉強しながら、この先どうしようって考えた時に、ゴスペルに出会って、そのままゴスペルをこう教える仕事をいただいて、そこから少しずつやって、でもまだそこではクリスチャンではなかったんですけど、はい、なるほど。そこからじゃあどういう経緯でクリスチャンになるの。あ、そうですね、ちょうど学校卒業して1年経たないぐらいの時に、いろんなことがあったんですね。すごい一緒に仲良くしていた友達が本当に、マッチガンだったり、家の家庭の事情とか自分の生活だったり、だんだんもうニッチもサッチもいかなくなって、でその時にゴスペルの歌詞って英語なんですけど、聖書の言葉を全部歌ってるので、詩編の私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのかっていうトータルプレイズっていう賛美があって、その歌詞を賛美を自分の本当に個人的な祈りとして神様に捧げてみようって、こうクリスチャンじゃなかったんですけど思って、そこから少しずついろいろなことが導かれていきましたね。やっぱり問題が解決したっていうよりも、やっぱそこにあってもなんかこう弱いんだけど強くいられるみたいな神様の存在、すごい力強い存在を知ることができてよかったなって思ってます。はい、じゃあまだクリスチャンではなかったけれど、賛美をすることによって癒され、賛美をすることによって聖書のことを歌うことによって神様を体験して、あ、神様いるんだみたいな。あ、そうですね。やっぱり賛美の中に神様は住まわれるっていうのをこう体験して救われちゃったみたいな。そうですね、もちろん周りにたくさんのシンガー、クリスチャンのゴスペル歌う人とクリスチャンじゃない方が周りにいたんですけど、やっぱりクリスチャンでゴスペル歌ってる人がすごくかっこよく見えて、
なんかあいいなって私もああなりたいなっていうふうには思ってはいて、なんかそういう周りの人たちだったり、まあ、きっとたくさん祈ってもらったと思うんですけど、そうですね、はい、クリスチャン、ゴスペルシンガーの中にある他のミュージシャンにはないなんか魅力が、はい、いやもう、うん、すごい魅力的でしたね。それがきっとこうジーザスの香りだったわけよね。あ、そうですね、うん、なんかズドンってしてる、なんか、うん、もう確信がすごい強いんですよね、うん、なるほどね。まあ、そのようにしてこう変えられてね、はい、今までの音楽活動、さらにこうクリスチャンとしての音楽活動になっていたわけだけど、はい、まあ、今までもね、いろんなこうストリートとか活動を続けてるけど、今後はこうどういうビジョンというかね、夢っていうか、今後の活動予定ちょっと教えてもらえますか。はい、そうですね、今路上ライブを結構たくさんやってるんですけど、うん、週3回4回ぐらいですかね。それをこう少しずつ範囲を広げていって、うん、まあ、全国、うん、まあ、行けるところまで行ってみたいなというのが願いですね。うん、いいですね、はい、全国、そうですね、うん、北から南まで。まだやったことないところたくさんある。ストリートですか、うん、そうですね、そうですね、ないところもたくさんありますね、うん、山口とか。山口、僕山口竹春っていうんだよね。一度も山口県に行ったことないんだけど、僕も。コラボレーション、コラボレーションしようか。山口で山口淡々となるほどね、はい、うん、そうやってじゃあ今後の夢は日本全国をそうやって、はい、まあ、練り歩いてストリートをやりたいと。そうですね、歌声を通してイエス様の愛を明かししていきたい。そうですね、ほとんどやっぱ教会にいるとね、たくさんクリスチャンの方もいるし、すごく励ましを受けて温かいし、やっぱ路上に行けば、まあ、たくさんですね、いろんな人がいて、いろんな話をして、でこう、まあ、いろんな思いをするんですけど、こう教会で励ましを受けて出てみたいな、その繰り返しですね、はい、そういえば沖縄にも。そうです、はい、行ってきたんですよね。行ってきました、はい、向こうではどういう、こう活動をしてきたんですか。そうですね、まあ、もうラジオだったりストリートだったり、うん、教会だったりですね、はい、頑張りました、はい、なるほど、楽しみですね、これからの活躍が。はい、いや、これからも期待して祈っているし、またどっかでコラボレーションできたらいいなと、はい、ね、本当に淡々と、もしかしたらストリートの桜で登場してるかもしれないし。歌ってくださいよ。いい声なんで。はい、これからも活躍を期待しています。本日のゲスト、山本香里さんでした、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、なんかね、黙っているとこう綺麗なお姉さんっていう感じなんだけどね、もう芯はもうとても熱くてソウルフルな、クリスチャンシンガーっていう感じでね、まるでこう女性版、現代版バプテスマのヨハネみたいなね、荒野で叫ぶ者の声がする、ストリートで叫ぶ者の声がするみたいな、そういう女性シンガーですね。これからの山本香里さんの活躍を期待して、僕も祈ってサポートしていきたいなとそう思っています。我が魂の賛美シーズン2、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ、ね、この番組を見て感じたことだったり、印象的だったなというね、アーティストの魅力とかね、いろんなことあると思うんだけど、皆さん感じたことぜひ番組のファックスとかこのホームページでぜひ E メールでお寄せください。こうやってやっても出てないのかな。こちらにどしどしお寄せください。それでは来週もまた我が魂の賛美でお会いしましょう。また来週、神様の祝福が豊かにありますように。 God bless you。 君らしい言葉で紡いだ歌は僕の心を捉えて離さない。傷つけるつもりはなかったんだ。ただただ君が必要だった。愛のいない世界で僕らどうやって生きる。愛の中に生きたい。君を失いない。Can you really love somebody? 問いかけたい。君にも僕に。
もうわからない、わがままになるけど、もう一度だけ、ただただ君がいないと困る。灰のいない世界は想像さえしたくはない、灰と共に生きたい、一人にしないでほしい。世界に僕ら作り変えてゆく、愛のために生きたい、それが傷つくことでも。 Can you